どうも皆さんこんにちは、バラですのハムスターライブストリーミングへどうもようこそ。こちらはプリプリプリミちゃんですね。プリプリプリちゃん出てこないですね。いや今日からねあれなんですよね、ハムハムピューレ買ってきたんですよね。ハムハムピューレなんか小さくなってますよね、前よりスモールになってますね。なんか前もっとでかかったのよ。ハムハムピューレちっちゃくなったで、プリンちゃん聞いてる、はい、うまそうに食ってますね。どうも、なあさんどうもです。値上げですね、量を減らして一本増量みたいな感じで。ハムハムピューレまあ意外とやっぱいちご味は食べますけどね。結構食べるな、結構食べるね、結構ハムハムピューレ食べるね。もういらない、プレンちゃんね、でっかなったね。その中途半端なとこで食べたら入れない、もしくは出れないな感じになります、ね、おもちさんどうもです。ペンギンハウスに移動されましたね。コーン行きますか。今日サクちゃんさんから連絡ないですね。まだサクちゃんさん受かったんですかね。アレイさんどうもです。こちらプリプリプリンちゃんです。プリプリプリンちゃんでかなりましてね、なんかやたらでかいです。ビッグハムスターになりましたね。
これじゃん。餌いっぱいあるで。ブロッコリーも。あ、結構出されたら食べるタイプですよね。とりあえず出されたら食べるんですけど、特に積極性はないというか、積極性はないですね。もう、もういらん、食べんどっち、食べるんいらんの。もっとうまいもんよこせと。人参とかどうですか。あんま野菜いまいちなんですかね。割り箸遊びする。かなったな。なんか詰まってる感あるよね、君はね。この辺とか。それ野菜おそらちゃうねんからな、もうちょっとこう。全体的に食べていただきたいですけどね。プリンちゃん、プリン、プディングです。プリンは日本語で、英語はプディングで、ございます。マーガガリン、プリンちゃん。プリンちゃんね、プリプリで可愛いですよね。とりあえずあまり動かないハムスターですね。たまに夜中が回ってる時もありますけど、早く家がね出れたらいいんですよね。今んとこ自分の家を持てる予定はございませんので、まあ一人暮らし頑張っていただきたいですね。こちらは、さくらちゃんです。さくらちゃんは今日も飯をよく食っておりますね。さくらちゃんも小さくなったらハムハムピューレー食べますか。どうでしょうね、アイドンのですけどね、まあ前回も知らん間に3ベイビーズ生まれたんで、ああどうでしょうね。
I don't know ですね。だからね、前3ベジだけ生まれたもんな。妊娠検査薬とか効くんかな。サクちゃん来ないですね。もしかして不合格だったんですかね。それかもう合格し、お、サクちゃんさんだ。やっと来ましたね。いや、みんな待ってたんですよ、サクちゃんさん。まあいろいろね、食べに行ったりなんやかんやしてて遅くなったんでしょうけどね。いや、よかったねですね。合格おめでとうございますね。いや、よかったですね。さくらちゃんも喜んでますよ。おめでとうございます。モスタートニーさんのものです。いや、みかんちゃんも大喜びですよ。バドアちゃんも走り回ってますね。いや、よかったですね。世界中からお祝いの言葉がじゃあ、さくらちゃんじゃないわ。さくらちゃんじゃなくて、さくらちゃんじゃなくて、バターちゃんとみかんちゃんを連れてきますかね。いや、まさかね。これからは陶芸の道へ入っていくわけですね。面白そうですね。バレエスもやってみたいですね。そんな学科ないですからね、兵庫県にね。あんのかな。まあ畜産とか農業高校は畜産園芸とかありますけど、かまどはなかなかないですよね。でもね、焼き物が作れるぜ。いいですね。やっぱこう焼き物はね、こう難しいですからね、こうね、作るのはね。まあ、今は100均でもね、いっぱいありますもんね。だからなんかデザインがやっぱ重要なんでしょうね。デザインが良かったらいっぱいね、売れますもんね。このハムスター、そうなんですよ、陶芸学科みたいなやつですね。これ発明したやつむっちゃすごいと思いますね。このハムスターサイズに作った人はね、やっぱハムスターにはこの陶芸製品とが欠かせないですからね。将来的には
どうなんですかね。まあ日本の陶芸は結構有名なんですかね。まあそれはね、縄文時代から焼き物ありますからね。ジャストサイズですよね、これね。考えたやつ天才ですね。ワンサイズでかい、これ家とセットでしょけど、ワンサイズでかいやつもある、ゴールデン用のやつもありますけどね。ハムスタートニーさんどうも。いやもう今までね、しっかり勉強して頑張ってきた甲斐があって合格したわけですからね。高校まではどれぐらいの距離あるんですかね、家からね。でも高校はね、結構ね、あれですよね、やりたいことが なかった、普通科とかだったりとかして、なんか周りがやる気なやつばっかりやったらね、結構やめていくパターン多いんですよね。まあ工業高校とかも結構やめていくパターン多いですけど、まあでも自分のやりたいことがあって、それができるんだったら一番いいですよね。まあ将来はね、和田くんコンピューターグラフィックかなんかでデザインしていいですね。まあもちろんあれですよね、なんか高校のそのでやる作品はあれですよね、ハムスターの家ですよね、家とお皿ですよね。これ結構繊細かつ割れにくい、割れにくいかどうか知らんけど、ハムスターのね、陶芸ハウスとかなんかもいろいろアイディア出てきますよね。あーへー、まああのバレエスンチの生徒さんもあのお菓子作ってクッキー販売してますね、そういえば。食品系なんでね、なんか楽しそうな日々を送っておられますね。もちろん食いすぎやねんない。あ、箸置き作ってください。あの箸置き、ハムスターの箸置き、あれ絶対売れますよ、ハムスター箸置き。もうちっちゃいやつですね。あ、いいんじゃないですか。はい。
もちこさんベイビー生まれると思うんで、多分その時はね、北海道まで旅立つんですけど、さくらちゃん耳ないね。さくらちゃんも妊娠したんかね、わかんないね。なんかアザラシみたいやな。毎日毎日よう食べますな、ほんとね。はい、こちらはプリンちゃんです。プリンちゃん上がりますよ。まあパールが生まれるかわかんないですよね。さくらちゃんは1匹2匹産んだ、産みましたね。まあできれば2、3匹もらってほしいですね。プリンちゃん帰るで、帰るで、おいで。プリンちゃん顔芸がね得意なんですよね。すごい顔芸が得意ですね。なんだ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 表情豊かですね。とりあえず食べてみようかな。なんだこれは、なんか甘いぞ。ありがとうございます。顔芸の得意なプリンちゃんです。ちょっとあんた横着やねん、なんか出てきなさい。ね、出てきてください。ない、ぬくぬくと生活してないで。またすぐ戻る。さくらちゃん満タンです。また顔芸披露してる。君の顔芸いらないもん。顔芸ですね。恵子さんどうもこんばんは。ありがとうございます。まあ親御さんと、そうですね、まあ北海道連れて行ってもいいですけどね。ついでに東京とか で寄り道しながら一日で終わるんやったら別に北海道まで行ってもいいんですけどね。まあその時は日にちとか合わせてね。今回はもう東京で4匹さばいてきたんで、まあ大体そんな感じになるんじゃないですかね。北海道まあ、今から生まれたとして、まあ2月に生まれて、まあ4月頭ぐらいになるんですかね。あ、お母さんどうもです。ま
もうハムスターは無限の繁殖能力ですからね、本当ね。何匹生まれんねんみたいな。ちょっとバターちゃん脱走しないでください。ああ、そうですね、入学前ぐらいですね。北海道は寒そうですね。ハムチャンネルさんは爆睡しておられますね。知らんけど。こっちはバターちゃんでーす。仮にもし全部残ってたら、今うちのハムスターが54匹子供がいるわけですよね。恐ろしいですよね。なんか保健所からなんか職員来そうですね。あなたハムスター54匹飼ってますよね。多分54匹買ってたら一日中ハムスターの世話で終わっていきますよね。しかもウサギモルモットみたいに一緒に飼えないっていうね。動物園のペンギンでも一緒に住んどんのに、ハムスターはこんなちっちゃいくせに一緒に住めないので、みんな別々に買わないといけないという、この意味のわからないシステム。まあでもある意味54匹買ってたらもっとすごいかもしれないですね。まあちょっと挑戦してみてもいいかもしれないですよね。お母さんはどうですか、今日も飲んでおられる感じですかね。バルデスも今日も飲んでおりますね。今日は結構仕事も進んだし、まあ バダちゃん可愛いね、本当に。バダちゃんもハムハムピューレ食べるかい。つけとく、ね、結構ハムスター用に来たらいいんですかね。やっぱ天皇みたいに男系で行くか、それとも女系で行くかですね。まあ、男系で行くと男子だけ残していくみたいな感じで、女系で行くと女子だけ残していくみたいな感じになりますよね。まあ両方残していくと、まあハムスターだったらいとこぐらいだったら結婚しても大丈夫そうですもんね。人間でもいとことか結婚できるのでね。だからやっぱ男子がいっぱいいりますよね。結構ね、男子がいっぱい生まれたら男系にしていけば。もちこさんもゆうこさんも
男子というか旦那が一緒だと結局兄弟になっちゃうんでね。そういう意味ではやっぱ女系の方がいいかもですね。ライオンみたいにこう、オスがどんどん群れに生まれたオスは旅立っていき、で強いオスが変わっていくみたいな。オオカミとかライオンとかはそんな感じですね。どうですか、その感じで。メスだけ残して男子買ってきて、マスオさんをいっぱい増やせばいいんですよね、結局ね。マスオさんを、マスオさんがねなかなかいないんですよね。結局今までマスオさんになったのサバオとクリオだけですもんね。いやでもほんと良かったですね、ハムチャンネルさんじゃないわ、サクちゃんさんもね合格なさいましたしね。これから楽しい高校生活をお送りになられるわけですね。まあ高校生になったら行動範囲が広がって楽しいことばっかりですよね、本当にね。まあ皆さんもどうでしょう、バラですはね、やっぱね、人生やり直せるならどこからやり直したいかというね問いに関してね、まあ高校ですね、やっぱりね。ですよね、高校から好きなことできるのはいいですよね。まあでも英語も数学も物理も化学も古典もみんなやらなあかんのでね、結局はね。まあ量が少ないですけどね。まあ、あと大学もね考えていかないといけないんで、まあ推薦入試もらわないといけないんでね。評定平均値を上げないといけないですね。昔高校のね体育科に入って、別に推薦とかじゃなくて体育科に入って、体育科なんか勉強するやつ全然いないので、そこでオール5を取りまくって漢学に行くというね離れ技をやった女子がいましたね。スポーツそんなできなかったっていうのは、マネージャーかなんか、バレーのマネージャーかなんかやってましたけど、でも評定が 5.0 になってね。あの作戦はすごいなと思いましたね。やっぱ今からやっぱ高校をやり直したいですね。高校でやり直して
で もっとレベルの低い高校入って、でそこで評定上げまくってむっちゃいい大学入るみたいな。おせんさんどうもです、ありがとうございます。おきなこさんどうもです。まあだいぶたっぷんたっぷんになってきましたね。ちっちゃいね君はね。もう多分さくちゃんさんもあれじゃないですかね、高校受かったらもうストレスもね、受験終わったらストレスがなくなってプレッシャーもなくなり癒されることもなくなり非常に安定した人生を送れるんじゃないですかね。まあそうなるとハムスターはね飼わなくてもやっていけそうですね。でもなんか結構ね今ペットブームでねペットに癒されてる人多いですからね。まあ確かに癒されますからねペットはね。バラエスもやっぱハムスター飼ってるからねやっぱ癒されますからね本当にね。皆さんもねハムスターいっぱい飼ってくださいよ、可愛いですよ。まあ途中で世話しなくなる小学生みたいなことではいけませんからね。今日はなんかバダちゃんと、バダちゃん長いよ。もうそろそろ、だいぶ尺取ってるで、40分ぐらい尺を。マッシュ車の下にこれのね床材がこうなんかマッシュ車がなんかなんかうまいこと固定されてないですね。いやなんかこれも若干壊れ気味になってますね。コマハムコマヒミ様どうもです。こちらバターちゃんです。今日北海道の中学生のサクちゃんさんが合格されまして今まあ一通りチャピチャピされた後明日からすることないですね。いや、よかったですね、本当にね。
明日からすることのないですね。まあ高校はね、中学校よりね、なんかいじめもないですしね、高校行ったらね、そんな、まあないことはないかもしれないけど、少ないですしね。本当明日から卒業式まで、まあ高校から宿題が出ますからね、その宿題をやらないといけないですけどね。で、入ったらすぐにね、試験とか学力テストもありますからね。バラですの知ってる。おハムチャンネルさん、どうも。さくちゃんさんが合格されて今非常に喜んでいるところでございますね。世界中からコアムイミ様ありがとうございます。皆さんが祝福をされてますね。ね、いや、ありがとうございます。プクさん、どうもこんにちは。面白いな。面白いですね。ひまたの欲ハムスター面白いですね。まあこれ持って帰って全部食うわけでもないですけどね。いや本当良かったですね。やっぱ人生初めての高校受験ですからね。まあ人生初めてというか一生に一回ですからね。ハムスター検定あれです、作ろうかな。ハムスター検定作ってハムスターの スペシャリストになりましょうかね。なんか何かにビビって逃げましたね。もじこさんが子供生まれたらね、北海道まで届けますよ。
じゃ変わりますよ、バドちゃん。はい、いでいでいで。こちらはみかんちゃんです。みかんちゃんも北海道行きがなくなって寂しがってますね。北海道でジンギスカンね食べる予定やったのね。若干寝起きで寒そうですね。寝起き感あふれるみかんちゃん、北海道行く？みかんちゃん、まだ何か状況を飲み込めてませんね。やっとできましたね。そうなんですよ、ハムハムピューレに変えたんですけどね、変えたというか戻したというか、なんかちっちゃくなりましたね、はい、前はもっとでかかったのに。ハムハムさん、どうもです。ありがとうございます。結構イチゴ味は食べてくれますよね。バーレースも昔は食べさせてたんですけどね、いろいろヨーグルト、ピーナッツ、チーズ試してみましたが、まあ、イチゴが無難な、一番無難で食べるかなと。まあ、その後猫用の魚味にしたらむっちゃ食べてたんですけどね。だから猫用は食べさせるなということになって、今ハムスター用に変わりましたね。土曜日にお祝いで外食ですか。いいですね。まあね、人生なかなかそんな合格することないですからね。まあ、あとは大学か就職かで合格するかどうかですかね。紀藤さん、猫の足ありがとうございます。なんか先ほどと非常に見分けがつかないですけど、こちらはみかんちゃんです。
あ、スマホね。もうスマホは iPhone14 か13でいいと思いますね。皆さんはあそこですね、まあ、バルデスは毎年受験生なんであれですけどね、まあ受験なんか普通の人にはねもう全然関係ないですからね。一回受かってしまったらあんなこともあったなぐらいの感じですけどね。まあ合格したら高校はまた高校でね大変ですし、まあその後大学行くのか行かないのかとかどうしていくのかっていうのもね、やっぱ18歳までにねいろいろ大変ですからね。もう結構4月生まれだったら優秀じゃないですか。やっぱね早生まれというか灘高とか有名な高校に行ってる人はみんな早く生まれて4月生まれが多いって言いますからね。やっぱ4月生まれ5月生まれぐらいの方が1年ぐらいアドバンテージがあるんでね。まあ、1年の差はやっぱ小学生ぐらいだったらねでかいですからね。1年差はなかなか結構でかいですからね。まあ4月生まれが得するのはまあ間違いないですね。まあ、小学校ギャップにも強くなりますし、まあ、中学生ぐらいでもまだ結構男子とかだったら身長差ありますからね。だいたい今の感じだったら平均してだいたい17歳ですね。17歳で身長体重がピークに達すると言われていますので、まあ17歳でチビだったらもう一生チビですね、はい、なかなか19歳になって背伸びましたっていうのはあんま聞いたことないですね。誕生日早いとやっぱりいいですよね。まあ17歳までに、ね、どんだけ背伸ばせるかですね。まあでも身長が高いほど優秀だというデータはないような気がしますね。聞いたことないですね。まあでもで体がでかいほど方が優秀な気がしますけどね。どうなんですかね。ね、ハムハムピューレ食べる。まあ10代の頃の記憶、あんまり濃いかったらねそれこそトラウマになるんでない方がいいと思いますよ。だいたい10代でなんか親がなんか
どうでこうでヤンキーで離婚してとか虐待してとか、なんかまあそういういろんなそのことがあってからのスタートとないスタートじゃ全然違うでしょう。だからまあでもね、もう18過ぎてからなんかいろんなことが起きてもね、そんな動じることもなくやっていけますからね。まあだからさくちゃんさんもね、高校時代をこう安定して過ごしてほしいですね。まあどんな仕事するにしても、まあ高校出てからね、東京出てきたりとかそういうのはもういいと思いますしね。まあ、まあ函館も都会ですけど、高校生は一番楽しいですよね。確かにね、まあある程度自由も利くし、まあ恋愛なんかしちゃったりなんかしてね、一番楽しいですよね。まああんまり恋愛にはまるとろくなことないですけどね。でもなんか18までに彼氏がいないと、彼女がいないと結婚できる率ほぼないっていうデータもありますね。はい、意外と結婚してる人は皆さん高校までに彼氏彼女がいたっていう人が多いですね。そういうデータもありますね。まあ確かに18までに彼氏彼女いなかったらもうどうなんだっていうね、ありますよね。まあそれは結婚できへんわなんていうね。まあ、あくまでもデータの話でありまして、私の主観ではございませんので。ね、みかんちゃんもよくお旅になられますね。結婚が全てではないですよ、本当にね。まあバラですもん、結婚は簡単にしましたけど、離婚はしんどかったですあれはもう地獄でしたね、はい。まあ言うても結婚したん28かなんかだし、28歳やったかな、離婚したん32歳とかぐらいやったんだもん。4年ぐらいしかしてなかったですよね。まあ子供もできませんでしたしね。まあ、まさかあんなに結婚する前から豹変するなってするとは思いませんでしたね。いやもう恐ろしかったですね。まあ、あんまり言うとあれですけどね、もう二度と結婚はしたくないですね、本当にね。でしょでしょでしょ、やっぱ高校生の時一番幸せですよね。結婚もせんでし、やっぱ高校生っていいっすよね、ほんとね。みかんちゃんもね、いっぱい食べて食いすぎやけど。おシナモンさんどうもです、ありがとうございます。さくらちゃんがまだダスダスアピールをしておりますんで、てかプリンちゃんはもう自分の家やからまあしゃあないんですけどね、いまだに寝てますね。ちょっと顔芸いらんから、もうちょっともう虫かご行ってくれへんかな。
その顔芸いらんないんだよだからその顔芸いらんからなんか顔でアピールなんか顔なんか腹立つなんやねんもうバラですこっち見んなやみたいなその顔でいらんからちょっと太りすぎやろ君太りすぎやろこれちょっと虫かご行ってくださいもう プリンちゃん最高に面白いですねさあ次誰出していきますかね、ま、クルマムちゃんがダサダサ B でしたはいクルマムちゃんですほんと安心して眠れないですよねブリンちゃん面白すぎですね今日ミントさん、サクちゃんさんが高校合格されましたんで今お祝いパーティーをしているところですねお祝いパーティーでハムハムピューレをね食べているところですクロノちゃん大人なんででかいですよでもスリムですよヤドカレハウス余裕で入れますからね、まあ、今から暇だね大量に詰め込んだら入れなくなりますけどねももちゃんさんもどうもですクロノちゃんクリオと妻たちやりますクリオいります今日はクリオいらない感じですかクリオと妻たち妻たちっていう時点でなんかまあ一夫多妻制ですからねあのスターはね知らんけどクラムジャムさんは顔芸いらんでヤドカレハウスは顔芸するとこになってますねじゃあクリオくん連れてきますかボッサボサやの寝起き感半端ないですね黒野ちゃん暇だねいっぱいあんで食べてええで栗はおるけどじゃあまあ顔芸してますね。クロ君は暇そうに。まあ確かに情熱がないですよね。もうおっさんになってきたらね。情熱がなくなりますよね。
まあ大体のこう情熱を失ったおっさんたちは、まあ、パチンコに行くわけですが、パチンコに行くか酒を飲むか、まあタバコを吸うか、まあ食べ物に走る人も、まあ女の人も多いですけど、まあそうなっていくわけですよね。やっぱ情熱は失いたくないですね。やっぱ女優とかみたいにこういつまでも俳優みたいな、藤木直人のようにね、いつまでも若くいたいですよね。脱走願望がこのままじゃあ相手してくれへんな。じゃあちょっとさくらちゃんち行きますか。喧嘩せんとくださいいきなり喧嘩しすぎやね。過剰反応がでさくらちゃんめっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。さくらちゃんやっぱもう妊娠してるんかもしれないですね。こんな汚るところを見るとね。これはもう今日はさくらちゃんお怒りやからちょっと味わえてるし、このままちゃん家に行きましょうね。このアイちゃんはそんな怒らないですからね。このアイちゃんもう入れなくなってますね。このアイちゃんも暇だね、全部食べた。まだ食べる。まあ目標ね、本当欲しいですよね。何のために生きてんのか分かんなくなっちゃいますもんね。まあそれが若さでもありますけどね。部活の場がいい悩みやな。いやまあ一応それ入っといた方がいいですよ、部活はね。まあでも辞めたかったらいつでも辞めれるんだよ、高校の部活なんか。まあおすすめはやっぱ運動部入って入る方がいいと思いますけどね。大体高校生ぐらいになったらね、あの女子はあの砂糖を大量摂取しすぎてですね、チョコレートとかね、大体あの若い時はいいですけどね、年いったらね肌がボロボロになっていきますからね。まあそういう意味でも運動が大事ではないかな、ね、まあムキムキになっていただきたいぐらいの感じですかね。まあ中学校にない部活って言ったら高校にあって中学にない部活がいいんじゃないですか。バドミントンとかハンドボールとか。でも運動部ね、高校結構きついからね。運動部の方がまあ仲良くもなりますけどね。でもきついですよね、練習がね。まあ、バレー部だったんですけどね、中学校の時はね。中学校の時は結構活躍できたんですけど、高校行ってやっぱ身長が足りなくて、170では全然ダメでしたね。
まあ、そういう意味でも身長関係ないような部活がいてますね。まあ、バドミントン、バドミントンおすすめですね。あるか知らんけど、バドミントンとか、あ、さこちゃんさん運動好きなんですね。まあ、別にそんなね、あの、国体目指すような感じじゃなくて、なんかこうもうちょっと緩い感じの部活でいいと思うんで。なんやねん君らも。どないしたいねん、これを一緒に登りたいねん。よかったね。クラムジャンピューレク、いらん。クレオピューレク、クルンカイ。これむっちゃ食うや。まあ焼き物のその部活というか専用部活みたいなのもしかしたらあるかもしれないんで、それに入るのもいいかもしれないですね。まあ、本格的になんか売り出すようなやつを焼き物をみんなで作ってる部活があると思うんで、それに参加するのはいいかもしれないですね。あ、吹奏楽はね、あれですよね。もう結構大変でしたよね、吹奏楽部はね。もう女子吹奏楽部もういじめ多いですよね。運動部の方がまだ爽やかですよね。吹奏楽部だけは本当にもう拘束が長いですよね。拘束時間がね。高校の吹奏楽はそんな詳しくは知らないですけどね。さくちゃん吹奏楽部だったんですね。じゃあ人間関係もじゃあ結構あれですね、得意なんですね。パートリーダーとかやってたんですかね。楽器できるのもいいですよね。人間関係がそうなんでしょうね。めんどくさいんですよね。もういじめられてた子とかいっぱいいましたよ、ほんと。いじめてた子とかね。まあ、フルートとかね、花形で。親にフルートを買ってもらってやってる子もいましたね。管楽器ってやたら値段高いですしね。メンテナンスがまた大変ですね。ユーフォニアムはバラスも知らないですね。まあ、だから高校行ったらね、まあ3年間続けられるような部活がいいと思いますよ。ゆるい感じの、もう行ってもいかんでもええぐらいの活動週3回みたいなね。書道部とか水泳部とか
可動部とか作動部とか、ね、そんなんがいいんじゃないですかね。クリオと愉快な仲間たち、今日はダメですね。クリオくん、今日はクリオくんみんな相手してくれへんね。クラムちゃん、じゃあ帰りますか、ね、ね、クリオも帰りますよ。サボです。じゃあサボに薬やりますわ。じゃあメープルジャムもついでに。まあ、若い時はだからトラウマなく生きてほしいですよね。トラウマができちゃったらね、その後の人生に非常に大変ですからね。こう大人の汚れたとことかをね、もう見ないで18までね育っていただきたいですよね。ああ、ちょっといらんごろ、ね、女子サッカーとかどうですか。女子サッカー部とか、ああ持久力ないんだったらやっぱバドミントンかな。まああとギター部とかね、楽器でも吹奏楽じゃなくてギターとかもいいかもしれないですね。まあ高校の吹奏楽部は中学校の吹奏楽部よりさらに上下関係厳しいんで、もちろん緩い感じの方がいいかもしれないですね。もう吹奏楽部また3年間やんのかよみたいな、なんか考えたらね、めんどくさいですからね。サボ君、はい、薬です。サボ君ね、調子はまあまあですけどね、ちょっと出てきてください。ちょっとまだ耳がね、
まあその焼き物関係の部活があったらそれが一番いいと思いますけど、ないんだったら週3回ぐらいの文化部がいいと思いますね。いや一番なんかこう楽で自分の時間も結構できますしね。もうちょっと舐めてください。じゃあメイブルちゃんが、メイブルちゃんにじゃあちょっと追加して、まあね、いずれにしてもね、高校は英語とか数学とか物理科学とかが難しくなるんで、とりあえずめんどくさいですね。欠点取ったらね、高校クビになりますからね。まあ辞める人も結構多いですからね、高校は。まあそう、高校を辞めたらね、もうろくな人生待ってないですからね、もうブレイキングダウンしか出れないですから、そうなことを考えるとやっぱりちゃんと卒業はですね、やっぱしといた方がいいですよね。まあそらそうですわね。あゆうさんどうもね、そうさんと思います。まあブレイキングダウンに出てヘズマリュウの嫁と戦うのもね嫌ですからね、まあ、高校はちゃんと出て、まあ大学も行けるならね行って、大学は大学でまた楽しいですからね。かおりさんどうもです。ハムハムさんどうもです。こちらはもちこさんです。おミラッドさんどうもです。こちらはライスケークです。あれですもん、大学は遊びすぎて全く楽しくなかったですね、まあでも自分を見つめ直す機会にはなったと思いますね。自分を見つめ直すも何も仕事したくなかっただけですけどね、まあメイプルちゃんも元気でやってますね。メイブルちゃんもね元気でやってますね。
つまでたっても可愛いですね、メイブーちゃんはね、ほんとね。だんだん帰る。だんだん逃げて帰る。メイブーちゃん、懐かしのいちごピューレ食べたら。コショバイ、サバオコショバイ、サバオコショバイ、サバオ君も寄ってきましたね。サバオ君もピューレ食べたいんや。食べたないんかい。ああ、短大は勉強ばっかさせられますもんね。ちょいちょいちょい、メイプルちゃんは食べないで。メイプルちゃんを食べないで。ジョージ、ジョージ、はい。クリオン、サバジロー、はい。サバジロー、はい。まずじゃあサバジロー、サバジロまあそう思ったら、まあ大学、高校大学を過ぎて、まあ就職して結婚して子供ができてってなっていく中で、一番何がね幸せなんでしょうね、本当ね。やっぱ子供がいるのが幸せなんですかね。でも今の子は、若い人はそうでもないみたいですしね。まあ子供じゃなくてもね、犬とか猫とかでもいいと思いますしね。なんか今日アメバ TV でやってましたけど、まあなんか親戚がの人が死んだら忌引きで会社休めるわけですけど、それがなんかペットにも、ペットが死んだら休めるみたいな会社があるらしいですね。しかも犬猫限定でございますね。うちのハムスター毎年いっぱい死にますからね。響きしまくりですね、本当ね。どないせい中年中話ですからね。メイプルちゃんやっぱ赤いですよね。サバジロの手術は来週ですね。まだ餌があとこんだけあるんで、来週の金曜日に行って手術するかどうなるかですね。まあ今病院の先生がどうするか決めてるみたいなんで、まあサバジュラの耳は外耳炎はまあ治ったんですけどね、またちょっとぷくっと腫れてきて腫瘍みたいなのもでき始めてるんで、まあそこをどうするかですね。
まあ本人はね至って元気なんですけどね。ってな感じですね。めぐるちゃんはこんな感じで今日も元気ですね。沢次郎いらんことせんでいて、まあこれで大体全部出てきましたかね。ゆうこさんまだ来てないですかね。こっちもちこさんです。もちこさんも妊娠したんですかね。今はこんな感じのお腹なんですけど、まだなんかそんな大きくはなってないですね。妊娠したらもっとなんかお腹がでかくなるんですけどね。まだ妊娠してたとしてもそんなでかくないですね。そうですよね、小さいうちに直したいんですけどね。まあハムスターに麻酔ができるのか、そしててかちっちゃいですしね、まあ、ショック死しそうでじゃないですか、ほんとね。もちこさんベイビーの直人くんとサバザブローもね現地でやってると思うんで、まあメスですけどね。サバを耳が書いてあかんで、サバをな、ね、サバを帰れますよ。オンステージ楽しもう。さあもちこさんち行く。しばかれても知らんで。たぶん多分もちこさんにしばかれんで。メイプルちゃん優しいからいいけど、そうですね、もちこさんまた子供を作ってくれたらね、北海道も行けますしね、楽しみですよね。どこ行くねん。そんな感じのサバ君ですね。じゃあサバ君ご帰宅、ご帰宅。ああまあもちこさんベイビーが生まれたら一応まあ権利はあると思うんですけど、まあでも権利はあったとしてもね、途中でまあ東京でとか関東地方で全部さばいて、で北海道で最終的に全部さばけるなら、まあ北海道行こうかなと思ってますけどね。
とりあえずね、何回も何回もお届けに行くのがねできないんでね、一回で全部さばきたいですね。まあ何匹生まれるかわかんないですよね。かゆみ止め使ったんですけどね、ダメでしたね、この犬のイヤードロップ、これイヤー耳洗い液を使ったんですけど、なんかもう傷がついてるので染みるんだかなんだかで非常に痛そうにしてましたんで、結構ね低刺激なはずだったんですよね、なかなかそうもいかなかったみたいですね。まあ言うても傷カチカチして傷ができてるんでしゃあないですよね。メブちゃん出てこないですね。メブちゃん買いますよ、はい、やっぱ外側からはなんかどないもできないですね。内側からなんとかしないとね。ゆうこさんです。ゆうこさん、ビューレグ昔よく食べてたハムハムピューレですよ。うまそうに食うな。どこ行くねん、どこ行くねん、どこ行くねん、どこ行くねん。ゆうこさん、脱走。ゆうこさん、めんどくさい人やな。外で暇だね、食うタイプはバダコさんと同じですよ。多分、外で暇だね、食べるタイプですね。走るじゃない、戻りますからね。これ一回ちょっと違うんかい。他の餌食べたいな。じゃあ他の餌も入れておきますよ。結構食べるね。ピクニックでございますね。よく今は亡きバダコさんがピクニックしてましたよね。懐かしいな。ヨコさんもピクニック好きやな。最近でよくピクニックされてますね。
並べといてあげるからな。なんで並べてるかは分かんないですよね。めんどくさなってきたからこんな感じで、はい、今日散らかすな。散らかしていいやろこれ。これ永遠に終わらんパターンですよこれ。なんちゅうめんどくさい。ステリアスフードあるで。麻酔なしだとどうなってしまいますか。麻酔なしだと、まあ、人間で言うたら いきなり麻酔なしで刺されるような問題でショック死しますね、うん、でも痛いでしょうね、麻酔なかったらね、即死するんじゃないですかね。まあ、バルデスも一回全身麻酔したことありますけどね、まあ寝て起きたら何もかもが終わってましたね、手術は。そしてなんていうんですか、鼻から流動食、そしておしっこはなんか管がついてて勝手に出ていくみたいな、そんな感じでした。
何も苦痛なく終わっていったんで、やっぱ麻酔しないとね、やってらんないんじゃないですかね、ハムスター的にはね。そうなんですよね。今院長先生がどうするか決めてると思うんで、まあサバ君の状態はまあ良くなってはいないですね。なんかその外耳炎は治ってますが、腫瘍はどんどんでかくなってる感じなんで、クリオ君、今クリオ君が横にいるんですけど、脱走してはいけませんのでね、閉じてきますね。もう帰らんやろ、家閉じときますよ。なんか幸せなハムスターですね、このゆうこさんはね、今日。でもゆうこさんも結構長いこと生きてますよね。もう1歳、去年の2月ぐらいでしたかね、3月ぐらいに子供産んでましたけど、もう1歳ちょい、2、3ヶ月経つんですかね。まあ今でも元気でやってくれてて嬉しいですよね。まあね、あともうちょっとしたらまた病気とかなるかもしれないですけど、でもシルクちゃんもね、長生きしてくれましたしね、兄弟のね、シルクちゃんも、まあ、長生きっていうか半年ぐらいで死んじゃいましたけど、まあさくらちゃんは今でも元気で、クリオ君上から出てくるのやめてくださいよ。クリオ君ゴーゴーしてますね。クリオ君ゴーゴーしてますよ。してるようなしてないような感じですね。フロマちゃんじゃないわ、ゆうこさんのピクニックに参加しますか。クリオもピクニック参加する。クリオピクニック参加したら多分なんかすごいことになるかもしれないですけど、まあでもちょっと面白そうなんで、クリオ君もジョインザピクニックしてみたいと思います。クリオ君ジョインザピクニックしますか。それではクリオ君を出してみたいと思います、はい、クリオ君どうぞ、ジョインザピクニックしますか。ジョインザピクニック、なんでストップ、無理無理無理、絶対ゆうこさんには勝てないよ。ゆうこさんベリーアングリーしてるから、これをやめた方がいいと思うんで。これやめた方がいいと思う。ゆうこさんどっか行っちゃったやん、ほら。ゆうこさんどこ行くん。ゆうこさん向かわれますね。クリオ君
結局一人になりましたが、ピクニック食うんかい、一人でピクニックされるみたいですね。ちょっとこの餌入れをちょっともらうで。はい、さくらちゃんです。ちょっとまたさくらちゃんに今度喧嘩売ってますね。この残骸だけが残りましたね。不良君ちょっと掃除するから戻ってください。とりあえず不良君戻っていただいて、鍵をかけまして、残骸を掃除したいと思います。おー、ウェンディさんどうもです。クリオです。これをゴゴ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 さくらちゃんはピューレ食べますか、はい、結構食べますね。ハムハムピューレ結構食うね。だからじゃあ、クリオを連れて行きましょうか、また。また喧嘩になると思いますけど。じゃあ、クリオ君ちょっと入れてみたいと思いますね。わかんないですね。でもどうせまた喧嘩ない。でずず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 グレーゴン、ノーノもうさくらちゃんの方が強くなってしまったんで、どうでしょう、妊娠するんですかね。これを元気ないですね。これをさくらちゃんでかくなりすぎて無理なんじゃないですかね。どうですか、クリオが。さくらちゃんと。
サムライがどんな食い方してんの。あ、一応チェックしてますけどね。今の女性と男性はどうですか。まあ今はね、女性の方が強い時代ですからね、本当にね。まあそういう意味でも日本は女性の地位が高いんじゃないかと思いますけどね。一緒に食べるんかい。イートトゥギャザーしておられますね。ちょいちょい乗っからないのだ、これ。乗っかったらまたね、揉めるやん、ほらほらほら。そうなるねん。だから、クリオ君。日本人女性が一番ね、世界的にも地位が高いんじゃないですかね。幸せなんじゃないですかね。まあ寿命がね、男子の方が短い。これサバオです。サバオなんか出してくれって言ってきたんで出してきましたけど、サバオ、さくらちゃんち行くの。ええけど知らんでどうなってもやめといた方がええんちゃうかな。まあ、おっさんは大変ですわ、あんまね。まあ日本社会も変わっていくんじゃないですか。もうおっさんのね、ストレスで大変だと思うんでね。若いやつはなんかゆとり世代で言うこと聞かへんし、 おばちゃんで大変やし、上司は鬱陶しいし、大変だと思いますよ、ほんと。今の30代40代ぐらいのサラリーマンはね、もう変わっていくんじゃないですか、日本もね。だって今日本人60代とか70代がものすごく増えてますからね。言うたら偉そうなおっさんばっかり増えて、若い人いないっていう状態になってるわけですから、それは大変ですわ。サバジロー出てきたけど帰るっていう。サバジロー元気でやってんのか。来週は手術やで。
ハムスターのレーザー手術っていうのはまた金かかりそうな話ですな。どれぐらいかかるのかな。本当心配ですね。もう東京はもうなんかアジア人だらけですよね。イラン人とかね。コンビニなんか行ったらもう外国人しかいないですよね。様変わりしましたね。早くね元気になってほしいですけど ね毛がもこもこに生えてきてね。手術自体はね30分もかかんないと思うんですけど、どうなんでしょうね。初めてなんでね、バラですもんね。サバジロは体は大丈夫なのか、怪我してたりとかしてへんのか、腫瘍とかできてへんのか。なんか体自体は健康そうですね。やっぱ耳だけ痛いんか。でもここになんかちょっと傷がありますけど、お腹の傷とか大丈夫なのっけ。サバジロここに、でもここはしこりもなくないですね。もう耳もそんなでっかい腫瘍がバダコさんの時とかみたいにあるわけでもないんで、なんか治ったらいいですよね本当にね。こちらはさくらちゃんです。さくらちゃんは妊娠してるんかもしれないですね。むっちゃ食ってますからね。じゃあさくらちゃん戻して、プリプリプリンちゃんを自宅に戻したいと思います。プリプリプリンちゃん家帰ってくきます。でかでか、プリプリプリンちゃんでかなりすぎやろ。だいぶんとデカなったな、プリプリプリンちゃんな。あーどうなんすかね、サバオズギアはね。トゥーマーもうね、レーザートリートメントしますんで、プリプリプリンちゃんなんかプリプリですね。なんかやたらとでかいですね。なんかニュートゥーマーができたんですよね。この
草場次郎のこの耳玉、こうですね。ニュートゥーマーができてしまいまして、これがね、レーザートリートメントして直そうという。草は薬飲んでるんでね、喉が渇くんでね、外耳炎は治ったんですけど、腫瘍が発見されまして、ハムスターの可愛いけど最近チンチラの可愛さにも気づいてしまった。あ、チンチラも可愛いですよね、確かにね。プリプリプリンちゃんです。プリプリプリンちゃん、ベリービッグやな。ジンラーメンさんどうもです。ベッド、セッド、ザット、ノーデータ、トゥオペレーション、オペレート、ハムスターズ、トゥーマープリプリプリンちゃんです。プリンプリンプリンちゃんでは、ね、非常に可愛いんですよね、これがね。プリプリプリンちゃんプリプリやもんな、可愛いな。プリンちゃんね、なんかやたら可愛いんですよね、なんかね、デブデブですけどね。おい、意外と何でも食うんですよね、こいつ。ブロッコリーもね、食べてますね。まあ、何でも食いすぎて太ってるとも言いますけどね。お姉ちゃん、顔芸がすごいですからね。これはプリプリプリンちゃんですね。プリプリプリンちゃんですね。
まっさらにブロッコリー食ってますよ。ビーズバターですよ、本当にね。ビーズバターも used to eat ブロッコリーしてましたね、本当ね。ねえ、懐かしいね。バター水バターからのかな。ビッグベイビーですよね。顔芸がね、もうひどいですね、こいつは。ちょっと自由に育ちすぎですね。シーグロアップフリーリーですね。フリーな感じになってますね。やたらでかいですね。まだでかなってんじゃん、なんか。もうなんか60グラムいってんちゃうかな。ちょっと充電を。ブリブリブリンちゃんおいで。62g ってでかすぎやろ。ブリブリブリンちゃんビガムス 62g。 ビッグハムスターになりましたね。ビガーザンサバブになりましたね。手がなって、ほんま。ねえ。こっちはバターちゃんですね。バターマーガリンちゃんですね。
バターマーガリンちゃんはスリムですね。ちょっと体重測ってみますかね。多分バターマーガリンちゃんはそんな重たくないんじゃないかと思いますけどね。どうでしょうね。バターマーガリンちゃんはおずず47ですね。47ですね。バターマーガリンちゃん 47g ですね。やっぱプリンちゃんがでかすぎなんですね。バダちゃんアクティブですね。ちょじうい、やっぱこのアクティブさが違うんじゃないですかね。バターマーガリンはベリーアクティブですけど、プリプリプリンちゃんはノットアクティブですね。ノットアクティブです。ちょっとアクティブさが欲しいですね。やっぱアクティブに動かないと、ね、太ってしまいますからね。とりあえずプリンちゃん顔で芸をしますんで、ね、顔芸やめた方がいいですね。ちょっと顔芸やめた方がいいで。顔芸だけやんみたいな感じですね。野菜のみにしたら痩せるんかな。まあ、一回やってみてもいいですけどね。いや、プリンちゃんはもう今日明日から野菜のみ。プリンちゃん from tomorrow you eat only vegetable。ちょっとやってみますかね。なんかあっという間に体重減りそうですけどね。ちょっとあれですね、ふてぶてしさすら感じ始めていきましたね。このふてぶてしい感じね。まあデブハムスターによくあるこのふてぶてしさを感じてきましたね。手打てしい感じ。いつの間にか 60g で、もう80はあっという間でしたね、これね。この感じね。デブデブになっとれないか。デブデブやないか。
安定感はありますけどね。まあそれ以外に何もないですね。特に懐いてるかっていうとそうでもないですし、なんか可愛げが全くないですね、はい、顔芸のみですね。まあ、ちょっとね一回、まあこの人家がないんでね、こっちで住んでるんで家餌食べ放題なんで、ちょっと甘やかしすぎなんで、ちょっと他のハムスターと交代してもいいかもですね。サバを一応病気なんで、サバをこっちの住人にして、プリプリプリンちゃんはルーミーケースにいるのがいいかなと思ってますね。サバはね病気なんでずっと見てる方がいいと思うんですけどね。サバとプリプリプリンちゃん、じゃあちょっと家交代やな明日から。プリプリプリンちゃんちょっと手が離れすぎたんでね。いえ、トゥモローチェンジ、アイチェンジドザールーム、プリプリプリンちゃん&サバオジュニア。こちらは水バターです。バターマーガリンちゃんです。こんな感じですね。非常にスリムですね。元気になってくれたらいいですけどね。まあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。それでは皆さん、また明日。